で最後ですね、社会保険料の適用拡大ということで、これも大企業さんはもうすでに適用されているという感じですけども、2020年10月からですね、101人以上の企業は、パートアルバイトの方も社会保険に加入の対象となる可能性がありますよということで、10月から101人以上が対象になります。で、その2年後ですね、2024年10月からは51人以上の企業が対象になると。で、このパターンはですね、おそらく51人以上っていうルールもまたいつの日か変わって、10人か0人か分からないですけど、もうほとんどの人が社会保険にこういう場合は入るというふうな時代になっていくかもしれないです。とりあえずそんなこんなで、改正があります。で、新たな加入対象者のルール、右側に書いておきました。週の労働時間20時間以上で、月額8万8000円、あと雇用2ヶ月の雇用見込みっていう、まああと学生じゃないですかね、この4つ全て満たしてたら、社会保険に入らなきゃいけないよというような感じになります。今年の10月からは101人以上の企業です。該当する方がいましたら気にしておいてください。で、この対応のポイントなんですけど、実際に、対象の方がいたとしたら、もう入るから払ってよっていうふうに言うだけだとしたら、多分それ多分みんな嫌ですよね。多分扶養から外れるとか、払い損じゃないかっていうふうに思う方もいるということで、ちょっとマイナスイメージがちょっとこれ結構強いのかなということで、今回ちょっとこういう場でお話しさせていただきますので、ちょっといいところも教えてあげましょうということで、右側にちょっとこれリーフレット掲載しておきました。これも厚生労働省のホームページにこういうリーフレットがあります。今日もし、これを説明する担当者の方とかいましたら、ホームページが拾ってみてください。いいところを教えてあげようということで、まずポイント1として、年金の機能が良くなります。年金がまず2階建てになりますと。社会保険入ってない人は国民年金しか入ってないんですけど、厚生年金というのにこれからは入ると思います。そうすると、将来受け取れる年金が増えますよということと、障害年金、遺族年金っていうのもあって、これも国民年金よりは額も多いし、取れる可能性も結構高くなるということですね。私自身も、家族がちょっと2年前に父が亡くなった時に、この遺族年金ですね、遺族年金、父が厚生年金に入ってたから遺族年金取ることができました。で、仮に国民年金に入ってなかったら取れなかったんですよ。ということで、なんか非常に私の家庭はこれに救われたなというのは実際にあります。自分は厚生年金結構いいなと思っている人です。あとですね、廃損じゃないもう一つのポイントとして、医療保険がさらに充実ということで、傷病手当金と出産手当金ですね。例えば傷病手当金っていうのは、例えば病気とかしちゃった時に、給料の大体3分の2ぐらいが出ますと、社会保険に入っていれば。これコロナとかで陽性になっちゃった場合とかも、この傷病手当金使えます。まあ、こういうことだと、ごめんなさい。でもあともう一つ、出産手当金っていうのがありますね。出産休期間中の給料の3分の2を補填してくれます。こうやって働けない期間、こうやって給料の補填がありますんでね。こういう面では、まあ、払い損じゃないと。まあ、こう厚生年金でこう反、いわゆる反対給付というのがあります。でですね、参考に、社会保険ですね、入った場合の将来の年金額の
年金どのくらい増えるかっていうイメージ、これもあの厚生労働省のリーフレットにありますんで、説明するときぜひ活用してください。これあの月額8万8000円の人の場合って書いてあるので、ギリギリ社会保険入っちゃった場合の人のことを言ってます。ギリギリ入っちゃった人はこのまま20年間加入し続けた場合ですね。一番上、月8100円払うけど、将来は、年金もらうときになったら、9000円増えるよっていう感じですね。これが一生続くということです。まあ、こんな感じですね。まあ、悪いことだけじゃないということも説明してあげた中で、その本人には選択してもらうということがいいんじゃないかなと思います。最後ですね、3番目、家族手当 に注意ということで、ほとんどいろんな企業さんですね、家族手当とか扶養手当っていう名前の手当があることかと思います。この社会保険適用拡大でですね、今までパートで働いてた方が社会保険に入ることがあるかと思います。で、入ると例えばですね、うちの男性従業員の配偶者がパートで働いてたけど、社会保険適用拡大この改正で社会保険入りました、扶養から外れます。そうするとうちの会社の扶養手当、その扶養手当があの被扶養者に払うというふうにしてた場合はそれも外れるっていうふうにちょっと連鎖していきます。ちょっとここかなり注意ですのでよろしくお願いいたします。